こんにちは、マックアタンです。ヨーロッパの春に美味しい白アスパラ、こちらを使ってリゾットを作っていきます。リゾットって本来ね、生米から作っていくんですけども、今回は簡単にできるように炊いたお米で仕上げてまいります。今回も美味しくできますので、シャース。まず白アスパラですが、この下の汚れた部分ね、ちょっと外します。ここもね、後でね、出汁として使っていくんで取っておいてください。で、皮剥いていきます。白アスパラ結構筋多いんでね、ガツンと剥いてみてください。上の方3センチぐらいはね、一番美味しい部分なんで剥かなくても大丈夫かと。はい、こんな感じでね、皮も剥けたら OK です。皮使っていきます。でね、こんな感じで3等分4等分ぐらいかな、こんな感じでカットしてもらったら、これから茹でてまいりますよ。お鍋に、お水ですね。まず、今回 600cc です。このお水ね、お出汁として後で使っていきます。火にかけて、皮とこの下のヘタの部分、茎の部分入れてもらって、で、アスパラもね、一緒にドボン。そして塩です、小さじ1ですね。 600cc に対して小さじ1、レモン汁です、こちらも小さじ1入れて1回軽くね、沸騰させていきます。はい、こんな感じでね、ちょっとバコバコバコと沸騰直前にアク出てくるんでね、軽くでいいんでアク取ってあげましょう。で、ポコポコってなってきたら、ちょっと中火ぐらいに落としてね、軽くポコポコなるぐらいで10分ぐらいでしょうか、炊いていきます。マックアタンのキッチン。はい、アスパラ茹でてる間に他の材料準備しましょう。玉ねぎはみじん切り、ザクザクザクでお願いいたします。こんな感じですね。はい、はい、そしてシュニトラフ、小ネギですね、チャイブ、はい、こちらね、こんな感じで封を開けるとね、ちょっとパラパラパラってなってたりする時あるんで、こういう輪ゴムとかでね、こう結んであげるとちょっと切りやすいです。こんな感じでね、束にしてあげてから包丁でね、チョン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 ってやると切りやすくていいんじゃないでしょうか。シュニットラフね、保存するときこうやって水分がこんな感じでね、洗うと残ったりするので、こういう時はね、ペーパーにかまして、こうぐるぐるぐるっとぐるぐる巻きにしてね、で、袋かなんかにね、こう入れてあげて、冷蔵庫で保存すると保存期間長くなります。せっかく買ったシュニットラフ、長持ちさせましょう、とこういう感じでございますと。はい、シュニットラフトッピング用だったんですけど、トッピングでこちらプロシュート、生ハム、神経パルマ神経、まあ、生ハムですね。この生ハムがね、アスパラのリゾットにすごい合うんですよね。軽くね、こんな感じでほぐして、使う分だけほぐしておきましょう。リゾット仕上がったらね、すぐにパパッとトッピングできるように、こんな感じで用意しておくといいんじゃないでしょうかね。はい、ということでアスパラコーナー戻ってまいりました。10分ぐらいね、炊いてきました。中火ぐらいでね、こんな感じでちょっと持ってみて、ふにゃっとこんな感じでね、してくれれば大体 OK です。こんな感じですね。そしたらですね、こちら、はい、こんな感じでね、一度こちらを、ザルとボールを置いてこうこしていきます。で、皮はね、もうこの時点で使いません。で、果色部分のこのアスパラをちょっとね、こう引き上げてもらいまして、こんな感じでね、あ、落とした、あ、落ちた、あれ大丈夫です。で、ここで皮はお役御免でございます。はい、お出汁の仕上がり 300cc から 400cc 残ってれば OK です。はい、こちらね、ご飯ね、適当な感じで用意しておいてください。今回1合炊いておきました。炊き上がりで 300g、 茶碗2杯分ぐらいのお米今回使っていきます。はい、この機会にぜひチャンネル登録お願いします。マックアタンのキッチン、1万人登録目指しております。さあ、今回はフライパンでリゾット炊いていきます。バター、ドボン、そしてオリーブオイル、バター、オリーブオイル、香りがいいです。バターが溶けるまで火にかけて、バターを溶かしてまいります。はい、こんな感じでバターが溶けてきたら、玉ねぎを、入れていきます。でね、ちょっと中火ぐらいに落として、バターを焦がさないのがポイントでございます。で、お塩。お塩は、一つまみですね。味付けというよりかは、玉ねぎに早めに火を通してくれる作用がございます。ここからね、3分ぐらい。はい、3分経ちました。早いですね。3分クッキングみたいということで。こんな感じでね、うっすらと、玉ねぎがしんなーっとしてくれば OK です。そしたら、アスパラを、白アスパラを投入して、白アスパラはね、こう炒めるというよりも、バターの香りを吸わせてあげるイメージです。軽くね、混ぜ混ぜしながら、バターを1分ほどですかね、バターなじませていくイメージでございます。吸わせてあげてください、バターをね。はい、1分ほど経ちましたということでね、だいぶね、白アスパラ表面がね、いい感じに潤ってまいりますので、で、こちらのね、アスパラの頭の部分だけ取り出してあげます。これからね、ご飯とか出汁とか入れて混ぜ混ぜしていくんでね、この頭の部分ちょっと崩れちゃうともったいないのでね、もうこの時点でうまそうです、アスパラの頭ね。
食えます。はい、そんな感じで、先ほどのお出汁ですね、取ったお出汁、まず 200ml 200cc 入れてまいります。ここで一度強火に上げます。そうしましたら鶏スープの素でございます。小さじ 1/2、和風出汁の素、白金奥ぶすかさを出してくれます。小さじ 1/2。 そして塩ですね、一つまみ、ここでねちょっと味見してもらって、また後でね調整していきます。はい、そしたらご飯でございます。ご飯 300g 炊き上がり入りました。ご飯入ったらね、ちょっとこうご飯を切るような感じでね、混ぜ混ぜ混ぜとしていってあげてください。ご飯入れたらね、結構もう早めに仕上がってきます。結構ねこの汁どんどん吸ってくれるんでね、ちょっと中火に落としました。はい、こんな感じでね、ひたすら混ぜ混ぜ、1分ぐらい混ぜ混ぜしていく感じでございます。はい、混ぜてください。はい、1分ほど経ちました。そうするとね、汁がどんどん米にこんな感じで入り込んで、もったりしてくるんで、ちょっと 100cc ほどねお出汁追加です。全部で 300cc ですね、2回に分けて入れております。ちょっと軽く混ぜてもらって、味調整です。塩ですね、ひとつまみです。ここら辺はね、入れすぎないように注意しながら、ちょっとずつ入れてあげてください。ちょっと味見してもらってね、ちょうどいい感じになればいいんじゃないでしょうか。で、あんまり煮詰めすぎず、これぐらいちょっと水分残ってるかな、もたっとしてるかなぐらいで、もう火止めます。これでほぼ完成です。ここから、粉チーズですね、大さじ1ほど入れて火は止めてあります。ぐるんぐるんと全体的に回したら、これでもういいんじゃないでしょうか。リゾットっぽいでございます。はい、こんな感じでね、具合はリゾットっぽい感じで仕上げてください。盛り付けていきましょう。熱々でね、これいきたいものですよね。アスパラの香りが本当いいです。なんか今回平らなお皿に盛り付けてますが、何でもいいんじゃないでしょうか。で、このねアスパラの穂先の部分と、プロシュート生ハムプロシュートか、チャイブシントラフを乗せてもらって、最後にですね、追いチーズです。これね、チーズたっぷりが結構美味しいかと思います。そして黒胡椒ガリガリガリとね回してあげれば、こちらで白アスパラ、炊いたお米で作る白アスパラ、春の白アスパラ完成です。おいしさを今から食べていきます。出ました、おいしい白アスパラ、ホクホクうまうまです。このね、白アスパラのお出汁がね、とっても凝縮されて米に絡みついてくる感じがたまりません。生ハムとの相性も本当よし、口の中でいいハーモニーが生まれます。そんなハーモニーにさらに追い打ちをかければ白ワインいってしまいます。どうでしょうか。ワインがふむつで、白アスパラ茹でた時の余った茹で汁でできちゃいますよ。よろしければチャンネル登録とよろしくお願いします。以上です。